古式製法丸中小油商品と色の違い丸中小油株式会社は、滋賀県は愛知郡愛商町において、江戸時代から続く醤油醸造元。その店舗や醤油像などの建造物が国の登録有形文化財に登録されている。江戸時代より伝承の独自製法である、塩釣りにて古式製法を続ける全国で唯一の醤油醸造元である。江戸時代。 完成年間に始められた醤油作りを起源とする醤油醸造元。製造する醤油は温度管理や殺菌を行わず、蔵に住み着いた醸造菌を用いた古式製法と呼ばれる製法で醸造されている。熟成期間は3年間を基本としている。同社の所有する4つの建造物が登録有形文化財に登録されている。2019年6月28日。 日本で初めて開催された G20 首脳会合となった第14回20各国地域首脳会合 G20 大阪サミットの首脳版3回の料理にマルチュー醤油を使用された滋賀県から唯一選ばれた食材。完成年間末期に作り酒屋で始められた醤油作りを起源とする。1875年に醤油醸造業として独立。 1925年に5代目、中井金次郎が蔵を譲り受け屋号を、マルチュー醤油とした。1968年、5代目、中井金次郎を、代表取締役とし、株式会社マルチュー醤油が設立され現在に至る。2000年、2017年現在の当主である8代目、中井正和が代表に就任。2002年、兵庫有機農業研究会にて、 有機認定取得。翌2003年、有機農産物加工品認定番号 02B-008 取得。2008年10月23日、同社の所有する建造物のうち継ぎの4件が文化庁の登録有形文化財となった。ありがとうございます。